自宅にカーテンを取り付けてプライバシーを確保するだけではゼーバー1000が発明されて以降は不十分になりました。この道具は一見奇妙なカメラのように見えますが、実際には壁を透視するために特別に設計された次世代のレーダーです。そう、まるでスーパーヒーローのようですが、その力は障害物の背後に隠れている物体を可視化し、それをタッチスクリーンディスプレイで高解像度の 3D モデルとして表示することができるのです。さて、この技術がどのようにして家の中で何が起こっているかを想像できるのか不思議に思いませんか？まあ想像という言い方は最適ではないかもしれません。なぜならこれはそれ以上に正確だからです。この技術は電波を使用しますが、電波について知っていることは壁を通り抜けることができるということ。これが建物の中でスマートフォンで話したり、部屋から部屋へ Wi-Fi でデータを転送できる理由でもあります。電波は壁を通過することができますが、それで壁が透明になるわけではありません。そのためゼーバー1000は建物の中のイメージを生成することはできますが、正確な実物を見せることはできないのです。結局のところそれは隠された魔法のカメラではないということです。ゼーバー1000からのレーダー波が壁の向こう側の人や犬、テレビなどに当たると反射して戻ってきます。この装置はこれらの反響を捉え、 AI 技術を用いて 3D のスマート画像再構築を行うことで壁の向こう側にあるものの画像を生成します。この技術が非常に興味深い点は画像の詳細さにあります。ただのぼんやりとした塊ではなく、人々がどこにいてどのように動いているか、座っているのか立っているのか、ただ横になっているのかを実際に確認することができ、さらに物体の高さも判別できます。これは救助チームにとっては非常に便利です。例えば消防士は危険な環境から安全な距離に位置、広いエリアを迅速にスキャンできます。火事の現場で部屋の中に取り残された人がいるかどうかを見極めるためにむやみに突入する必要もありません。ゼーバー1000は昨年のトルコでの地震の際に特に役立ち、閉じ込められた生存者の位置を確認して救助隊を正確な場所へと導きました。この道具は主にいい用途に使われますが、家をスパイされる可能性があるかと心配になりますよね。理論的にはその可能性はあります。でもその防止策が一つあります。それはゼーバー1000を作動させなくするという方法です。無線機器はセメント、ドライウォール、漆喰、レンガ、さらには鉄筋コンクリートなどほぼ全ての種類の壁を貫通することができます。しかし金属の建物や金属やホイールで覆われた壁は貫通ができません。これは金属の鏡が光を反射するように無線波を反射するためです。つまりゼーバー1000が発する全てのエネルギーは遮断されてしまうということです。実際に金属が電波に反応するのは空港で見るあのハイテクなスキャナーを動かす仕組みと同じです。立ち止まり、両腕を上げて機械が周りを回るあのスキャナーをご存知でしょうか？この特殊なスキャナーは先進画像技術、つまり単に AIT と呼ばれるものを使用しており、乗客の体を通してミリ波を送ります。スキャナーに入ると電磁波が発せられ、そこがあなたの体や持ち物に当たって反射します。これらの機械を操作する人が体内や皮膚を透視することはできないので、タンポンなどのものを検出することはできないということです。しかし乗客がポケットに危険なものを持っている場合、その機械は見つけることができるのです。そしてそれには危険な金属物体も含まれます。先に述べたように金属は電波を反射します。つまり金属は布や皮膚と波の相互作用が異なるということです。これらの反射はスキャナーが人体の基本的なアウトライン上で危険物の位置を特定するのに役立ちます。近年同様の技術が大きな進展を遂げました。例えば2020年にはグラウンドペネトレーティングレーダーと呼ばれる装置が古代ローマ都市ファレリノビーの全ての謎を解き明かしました。この都市はローマの北約 50km の場所に位置し、部分的に埋もれています。しかし地中レーダーのおかげでこの都市について多くのことが明らかになりました。ファレリノビーは約3000人の人口を抱え、豪華な公衆浴場、マーケットの施設、少なくとも60軒の大邸宅、そして都市の南門付近にある円柱のある長方形の神殿を誇っていました。これら全ての隠された謎はわずか4ヶ月ほどで解明され地図化されました。これほど早く全てを明らかにすることができたのは機械やシャベルで発掘せずにスキャンしたからです。
その通り、地中レーダーは遺跡や埋没構造物を発掘せずに検出およびマッピングすることができ、考古学で広く利用されています。発掘は費用がかかり時間もかかるためです。このレーダーはゼーバー1000や空港で使用されるボディスキャナーなどのデバイスと同様に動作し、物を見通すことができます。レーダーアンテナを介して地面に向けてパルスレーダー信号を放射し、物体から反射して戻ってくるエコーを検出することで動作します。古代ローマ都市を発見することは私たちにとって遠い話のように思いますが、同様の技術は私たちの日常生活により近く存在しています。例えば自動運転車は障害物、歩行者、他の車両を検出することで周囲を見ることができます。この能力はライダーと呼ばれる技術のおかげで可能になっています。ライダーは非常に高速で光のパルスを放つレーザーを使用して、飛行時間として知られるプロセスを通じて距離を測定します。この装置からレーザーパルスが発射され物体に当たると、ライダーセンサーに跳ね返ります。システムは各パルスが戻るまでの時間を計算し、位置や距離を予測して環境全体の3次元マップを作成します。これらのマップには建物、道路、他の車両などの詳細が含まれます。この情報は速度制限などの他のデータと組み合わされて、旅の間に安全なナビゲーションを確保します。次に紹介する第6巻を持つ技術はハイパースペクトルイメージです。通常の赤、緑、青の色だけを捉えるカメラではなく、光のスペクトル全体にわたって数百の異なる色を捉えるカメラを想像してみてください。これには赤外線や紫外線、さらには X 線やガンマ線といった人間の目には見えない波長も含まれています。ハイパースペクトルカメラは私たちの目で実際に見える範囲を超えて、光を多数のバンドや色のスライスに分解します。光を個々の波長やスペクトルバンドに分離し、シーンの二次元画像を提供して重要で隠れた情報を明らかにします。この技術は多様な方法で利用できます。例えば果物や野菜が店頭で新鮮で完璧な状態を保つ方法を考えたことがありますか？それはハイパースペクトルカメラが多くの食品をリアルタイムで迅速にスキャンし分析できるからです。この装置は熟度を測定し、カビの検査を行い、さらには汚染を検出することができます。このアイディアは食品廃棄を減らし、地元の食料品店に見た目も味も最高の製品のみが届くようにするのです。サーモグラフィーカメラは同様の方法で動作します。そして特に寒い月の間、私たちの家を暖かく保つのに役立ちます。これらのクールな道具をエネルギーに関する見えない手がかりを見つける探偵と考えてください。どこで家が熱を失い、または隙間風を入れているかを表示してくれます。サーマルイメージングカメラとは、物体が温度に応じて放出する赤外線エネルギーを検出する装置です。このエネルギーは人間の目には見えませんが、これらのカメラはそれを全て捉え、赤外線検出器を用いて私たちに見える形に変換します。カメラのソフトウェアはキャプチャーした放射データを処理して画像に変換します。つまりどの物体がどれくらい熱いか寒いかを示す、あの奇妙な画像のことです。異なる色が異なる温度を表し、赤は通常暑い場所、青は寒い場所を示します。要するにこれらのカメラを家の窓、ドア、壁に向けて、どこから冷気が入り込んでいるかをサーマル画像で確認すればよいのです。でもこういったことには技術者を呼ぶことをお勧めします。